皆さんおはようございます。斉良平です。今日が7月17日月曜日、海の日で祝日ですね。はい、ということで、僕はまだ京都にいますけども、今日が海の日ということで、はい、できれば海に浸かりに行っていただければいいかなと思いますけども、海が遠い方もいらっしゃいますので、海が遠い方は、バスソルトぜひお試しくださいっていうことなんですが、前々からお話ししてますけども、7月20日からは土用に入ります。はい、夏の土用ですね。まあ、夏の土用、まあ、土用の期間っていうのはね、季節の変わり目です。まあもうって感じの人もいらっしゃるとは思うんですけども、7月20日からはもう秋の準備に入っていきます。もう暦上ではなので、秋と夏が入り混じるっていうこのタイミングで、まあ気温の変化とか、気圧の変化っていうのがとても激しくて、人の心とか、精神的なものが情緒不安定になったりとか、不安定になりやすかったりしますっていうことがあったりするんですけども、まあこういう時にね、まあ怪我とか事故とかイライラとかモヤモヤっていうものがあったりするんですが、まあそういったものの対処としては基本的には汗をかいたりとか、その上で、お風呂に入るときにお塩を使って ね頭とか手とか足を洗ったりとか、体洗ったりするのもいいです。バスソルトとかっていう風にして、ゆっくり、汗をかいたり運動したりするのも対処法としてはぜひおすすめですし、あとは深呼吸とか、まあ、あとそれも含めてやっていくんだったら、最近は結構ヨガとかいいですね。 YouTube 開いてみてもヨガの動画いっぱいあったりするので、ちょっと心を整えて、秋に向かって備えていきましょうっていうことなんですけども、まあ、こういう風になっていくと、まあ、暦を見てると本当によくできてるなと思うんです。土用の前のタイミングになっている、ちゃんと海の日が来るっていうので、もちろんね、行ける人は行って、足だけ使ってもいいですし、もちろんできれば全身使ってくれてもいいんですけども、うちの先生なんて90超えてましたけど、春夏秋冬通して海に浸かりに行ってましたからね。本当すげえなと思いますけども、それぐらい重要だってことです。なので、ちょっと海に浸かれるようであるならば、海に浸かってみてもいいしっていうことなんですけども、まあ土曜の期間中ね、ちょっと不安定にはなりがちなんですけども、今回、まあもともと昔からは、土の神様が衣替えをするタイミングだと。つまりこれは夏から、秋に向かってってことで、衣替えをするタイミングとして、まあ土を扱ったりすることはなるべく避けなさいとか言われたりしますけども、まああんまり気にすることはないかなとは思います。はい。しかし、まあこのタイミングだと、まあ、体に対しての負担っていうことで考えてきたりすると、やっぱり言ってるのは夏バテですね。夏バテ。まあ、精のつくものをしっかり食べましょうって言ったりしますけども、できれば消化にいいものを心がけて、普段食べてるもの、があるとは思うんですけども、なるべく消化にいいもの、そしてよく噛んで食べるってことをちょっと意識して、胃腸の調子を整えておいてください。ちなみに今年の、土用丑の日は7月30日だったかな。7月30日に、土曜うなぎの日っていうのがありますので、僕もちょっとそろそろうなぎを取りに行かなくちゃいけないなとは思ってるんですけども、まあそんな感じです。で、まあ土曜のタイミングっていうのは人がそういう風にしてちょっと不安定になりがちなんですが、特に注意していただきたいのは、暦の本にもね、わかりにくかったかもしれませんけど書いてあるのが、馬と羊の天中殺。これネットで調べたらすぐ出てきます。人はもう生まれた生年月日で、何年と何年が天中殺ですよっていうのが入ってます。僕の場合は、虎、の天中殺。虎年とうさぎ年が天中殺といって、まあ、この時期になると運勢が下がる。いいですか？何度も言いますけども、これは下がるだけです。悪くなるんじゃありません。下がることによって、普段いつも通りのことをやってもなかなかうまくいかないなって感じたりとか、なんかちょっと最近おかしいなっていう違和感を感じたりするのがこの停滞期です。悪いことが起きるわけじゃありません。このタイミング、天中殺と言われているタイミングっていうのは、心や体をしっかりとね、休めましょうって言われているタイミングです。まあそういったタイミングの中で、僕の場合は虎の天中殺。皆さんそれぞれあります。寝牛から始まって6パターンありますので、その中でも、馬室っていう、馬年、羊年の天中殺の人がいらっしゃいます。はい。これネットで調べたら出てきますので、馬年、羊年の天中殺の方は、夏の土用にちょっと弱いんですよ。もう不安定、乱れがち。まあ昔からね、人の相談を受けてるときに、なんかこの時期になるとね、おかしいんだよねって調子が、んで、自分の心が、とかっていう人たちの話を聞いてきて、やっぱり一番多かったのは、馬室の天中殺、馬年、水年の天中殺の人は、夏の土用に弱いっていう傾向があります。なので、絶対に無理をしない。心、体。その上で、ちゃんとね、この時期はね、あ、私よく頑張ってるって、もっと頑張るぞっていうのも悪くはないんです。ただし、寝る前にもね、一つ声をかけてもらいたいです。私よく頑張ってるじゃんって、あ、俺今日もうよくやったなって、一言ね、自分で声をかけてあげるだけでも全然精神的には変わります。誰かに言ってもらいたい言葉っていっぱいあると思う。でもそれをね、ちゃんと自分で言ってあげていい。その上で、よくやってるって、あんた上出来っていう感じで、もしあれだったらこの期間ね、声をかけても、僕からも僕の方から声をかけても、よくやってます。はい。こんな感じで答えを、
声をかけてもいいとは思うんですけども、そうやってちょっとね、心をリラックスさせてあげて、体の調子を整えることを意識してほしいってことが一つと。で、もう一つ、九星。一泊水星から九紫火星までで、この7月でちょっと、なんか、あれって、もちろんこれ、馬室の天中殺っていうものに該当してなくても OK です。一泊水星から九紫火星までのこの九星の中で、今回ちょっともしかしたら7月、これはね、まあ、毎回ではありません。今回、2023年の7月にか、は、だけです。なんですけども、あ、ちょっとなんかおかしいなっていうことがあったりするのは、一泊水星の方、そして六泊金星の方ですかね。一泊水星と六泊金星の方はちょっと不安定になりやすいかもしれません。一泊水星の方は、なんかね、良き出会いにも恵まれるようで、人の人間関係の中ですごく疲れやすかったり、なんか思い通りにいかないなって思うこともあったりするし、六泊金星の方は、どちらかというと、なんか、物事がうまくいきそうでいかなかったりとか、で、このタイミングでポンとね、なんか、美味しい話ってやつです。ちょっとね、騙されやすかったりとか、なんか、全然聞いてた話と違う、みたいなことがあったりするので、よく何かを決めるとき、買い物をするときでも、仕事を始めるときでも、よーくその内容を決めて、見て、確認して、いや、本当にこれ大丈夫かっていうのを最初にちょっとね、考えてみながら、自分の周りにいる、この人は、例えばその手の、例えば仕事だったら仕事のプロフェッショナルの人だったりとか、ね、人間関係だったら人間関係が上手だなって感じる人だったりとか、まあ、俗に言う本当に運が強そうだなって思う人に対して、ぜひ相談してみてください。その人が、どうだろうねって言ってる時点で一回考えてみる。人間関係においてみてもそうだし、仕事においてもちょっと騙されやすいかも。そういうことを普段だったら絶対に手を出さないのに、ちょっとやっちゃおっかななんてことになったりすると、よく考えて話をして、もちろんこれ全てがダメなわけじゃありません。そういう時期に入りやすい。その後、なんかうまくいかなかったなと言って、もやもやとしたりするタイミングが、一泊水星だったり、人間関係ですね。一泊水星の方は。六泊金星の方は、もちろんそのことにおいてもなんかうまくいきそうで意外な落とし穴がポンとやってきそうなタイミングだったりしますので、よく注意しておいてください。で、土曜の期間中は何でも言いますが夏バテです。はい、この夏バテ、この時期に風邪ひいたりとかすると長引いたりもすることもあるので、しっかりと体力を、そして心も整えた上で、夏の土曜に備えた上で今日祝日ということで海の日、海に浸かりに行ければ海に行ってもいいですし、ちょっとバスソルトといってお風呂にゆっくりお塩を使って入れるときは、お風呂にね、お塩を入れるときは、まあ、岩塩がおすすめです。岩塩が。いっぱい入れてくれてもいいんですけどね、本当に。どれぐらいですかっていうと、もう、いっぱいです。いっぱい入れる人はいっぱい入れるので、もう1キロ、2キロぐらい入れたりします。でも普通だったら、岩塩なくても粗塩で十分です。もう粗塩で。お風呂にザバって入れるよりかは、僕的には、もう全身に塗りたくって、もうちょっとペースト状にして、ドロドロにして、もうしっかりと塗って、こう、もうザーッとやっておくと、サラッとします。で、ちょっとはね、厚めの、お湯で半身浴とかしてくれると、汗がいっぱい出るので、汗をいっぱいかいていただきたいです。そうするとちょっとね、リセットもできたりするので、土曜に備えることもできるんじゃないかなと。まあ、土曜の期間中にね、わちゃわちゃするよりかは、土曜に入る前にちゃんと心がけておくことがとっても重要ですよってことを、ぜひとも、覚えておいてください。その上で、一泊水星、そして六泊金星の方、大丈夫です。大丈夫です。ちょっと乱れる分、この時期が抜けたらちゃんといい方向に流れが変わっていきますので、で、それが一つと、馬室の天中殺の方、ね、この方たちも、ぜひとも、ちょっと夏の土曜に弱いタイプなので、この辺はちょっと注意しておいてくださいっていうことです。はい、そんな感じですかね。ちょっとね、明日は、素晴らしい学びをいただきました。学びをいただいたので、この話をちょっとね、香取孝信さんと、白駒ひとみ先生がね、言ってることがね、ちょっとね、被ってたんですよ。この話面白いなと思って、ちょっと、ね、明日はその話ができたらなと思ってますので楽しみにしておいてください。ということで今日も元気よく皆さんを送っていこうと思います。では行きます、行きます、行きます、せーの、よっしゃー、ということで今日も元気よく